とう。天馬屋さん、おにぎりありがとう。リエチ、リエチじゃない、ヒータンです。今日は家に帰ったら、ワンちゃんできないかなと思っちゃったか、思ったから、ヒータン家で借りました。ヒータン家を借りました。ありがとう、ヒータン、いつも。誕生日ぐらいいいよ。お、いい、いいことだ。いいことだ。そう、今日はバースデーガールなので、ちょっとヒータンにバースデーガールということで友情を聞かせました。ヒーちゃん、ヒーちゃん。わーちゃんさんだ。わーちゃんさん、食パンありがとう。あやみちゃん、ハートありがとう。誕生日おめでとう。ありがとう、みんな。あ、やばい、めっちゃお腹鳴る。なんで？ちょっと待って。超お腹鳴るんだけど。聞こえなかった？よかった。どうさん、ありがとう。レインボースター。青木さん、ケーキありがとう。ちょっと待って、めっちゃお腹鳴る。お腹空いてるんかな？青木さん、なんだっけ、ありがとう。牛乳。牛乳？ジャセのかすみでもたくさん会いに行くね。会いに来て。青木さん、お茶ありがとう。ハラカラさん、クラッカーありがとう。みじんさん、おめでとう。ありがとう。サバさん、クラッカーありがとう。タイパヤさん、おにぎりありがとう。見てください。今日はね、ひーちゃんプロデュースです。ひーちゃん大好き、ありがとう。これはひーちゃんに巻いてもらった。でもさ、ちょっとさ、上着着てるから巻きがあんまりなんだよね。巻きがあんまり崩れちゃいそうで怖いんだけど。まあ崩れないか。でもね、この三つ編みはね、自分でやったの。すごいでしょ。これをしました。で、メイクはひーちゃん。メイクもひーちゃんです。あ、ちょっと恥ずかしい。誕生日おめでとう、みんなありがとう。ビンゴの神さん、俺の嫁ありがとう。俺の嫁ありがとう。俺の嫁です。ちょっと考える。でも今日 X 見たよ、ビンゴの神さんの。1年でなんとか、1年で考えとってみたいな。誕生日おめでとう、ありがとう。みんな今日はね、まだね、食べてないんだよ。なんだっけ、ケーキを。やばい、目ってめっちゃお腹な、聞こえた？うん、お腹って分かったらお腹めっちゃ聞こえんって思うかも。めっちゃお腹なるんだけど、どうしよう。もうやばいかも。やばいやばいやばい、消化音だと思う、これ。でも消化音にして、消化音だよね。うん、なんか食べたっけ、食べてない。事務所行けた。事務所ね、行けなく、あ、待ってたわ、来た。そう、ありがとう。あきなさん、ちょっと待って待って。あとでちょっとギフトまとめて読むね。本当に。ちょっと。スーさん、ありがとう。ちょっとスクショしとくね。ちょっとあとでギフトまとめて読みます。ありがたいことにいっぱい、いっぱい来てくれ、もらえ、くださるので。誕生日配信なのかすみ、正直、そう。ありがとう、みんな。食べる、この後食べます。あの、私だけだとちょっと罪悪感があるから、ヒータンと一緒に食べます。食べさせます。 TGC なのにもうちょっとで。そうだからさ、なんかさ、ちょっとさ、 この明日は事務所行けそう。事務所行く、なんか 何があるか気になるんだよね。明日行けるかな、何かあるか気になっちゃうから行こう。みんなファンレター送ってくれてる？送ってくれてるって。うん？ああ！サバさん、ありがとうございます。ちょっと待って、めっちゃ声高くなった。嬉しい。ちょっとスクショしちゃおう。サバさん、ありがとうございます。嬉しい。やったー。嬉しい、ありがとうございます。また遊びに行きたいです。ヒータンラッキーだね。何ヒータン、ああ、そういうことか。なるほど。事務所お願い、事務所行く。誕生日なんだけど事務所にあるよ、もうちょっと日持ちする。ああ、そういうことか。嬉しい。ちょっと取りに行かなきゃ、早く取りに行こう。早く取りに行きたい、お花見たい。ありがとうございます。お花もじゃあ取りに行ったらちゃんと写真撮るね、こうやって。あ、やばい、めっちゃお腹鳴る。超お腹鳴っちゃう。なんで？誕生日おめでとう、ありがとう。ちょっとじゃあ、なんだっけ、なんか話そうと思ったんだよね。あ、そう、
で本当はさ、あ、お誕生日ありがとうリエチ。何このリエチのアイコン、アイコンじゃないってなんだっけ、アバターか、面白い、カエルじゃん。なんかさ、なんだっけな、そう本当はねみんなにねメッセージも書こうと思ったんだけど、ちょっと時間がないのはまああれだけど、ちょっと書いてね言おうと思ったのにできなかった。明日しようかな。明日はやばい、めっちゃお腹鳴る、なんでお花は早く行かないとか、え待って絶対行く、明日絶対行く、アバター変える、ついでにソラハさんに願い事してみれば、えソラハさんとお出かけしたいです、それが願い事。レグルスさんクラッカーありがとう。やばい待って、めっちゃ聞こえた、外の男じゃないの、違う、ハッピーバースデータワー、やった嬉しい、スクショしちゃう、やったまたお礼しますね。配信では全然聞こえてない、もうじゃあ言わないとこ、言わないでおこ、えこれヒータン、何、えこれヒータン、何、えヒータンがくれたギフト、えこれヒータンよね、それ偽物、やばいヒータンめっちゃ積んでるじゃん、偽物じゃん、大好きヒータン、ありがとう、偽物やった偽物って言ってるやんかもうみんなヒータンがツンデレだわ、偽物やった、かわいいねヒータンって、偽物やろこれ絶対ほんまいいもの濡れてるわ、待ってめっちゃお腹鳴る、やばい、ショールーム開いてないんですけど今、もうヒータンツンデレ、ヒータン、ほらヒータンかわいいって言われとるみんなに、うん、ガチガチ投げてマジで誰ですか、姫なんだ、じゃあヒータンなんですよ、えこれガチで姫なじゃないんですけど、自己紹介も見てねとか書いてるし、えだからそれ絶対、ま、なんかさ、それか、金山さんヒータンって分かりやすいんだよねみたいな、なりすましがこのヒータン押したら分かりやすいから、うん、なりすましじゃないやつ分かりやすいんだよねって言ってたんだから、うん、なんかそれを聞いてた誰か、その姫のアンチの人が絶対、でもそっか、姫のアンチの人がカスミ投げんか、そうめっちゃ姫の子マジさ、そう考えたら姫の子、茶番すぎるんだけど、おもろ、姫のが投げる、かわいいなヒータン、いいねヒータン、こういうとこが好きヒータンの、面白いよヒータン優しいね、ツンデレすぎて草って言われとるし、森末さんにまたお礼、行かなくていいよ、私がお礼しとくみんなの分、ドンさんクラッカーありがとう、パンと牛乳もみんなあげてるでしょ、だってえメンバーに、メンバーにあげてないかもしれない、一回もやったことないギフト、ガチプロフェビシール書いてるから本物でしょ、だよね、もうヒータンツンデレかわいいかよ、ヒータンにはなりすましできないよね、だってなんで、まあヒアナが徹底的に殺しないからヒアナのなりすましやばいお茶ありがとうスーさん、牛乳もありがとう、タイパヤさんおにぎりありがとう、クマネパパさんケーキありがとう、浦部さんクラッカーありがとう、チャンピさんだるまありがとう、STF48 さん研究生森瀬姫なって名前にしたくなってきた、だって大沢さんがどうぞどうぞヒータンに懲らしめられちゃうよ、ヒータンの名前著作権ないからヒータンの名前フリー素材フリー素材やばいやばいフリー素材やばい、ご自由にって感じちょっと待って、これ読んでいい、何でも姫なのギフトは結局ママ生が払ってる、なんとも言えないのが悔しいよね、まあ別にちょっと待ってめっちゃおもろいああ面白い、待っておもろい、ママ姫のママが代表して姫のママ確かに、そう姫のママも優しいんだよ、バリ優しいよ、そう森末軍団のためにねお守り買ってきてくれたんですよ、ママ大好き
どうしよう、ママ見たら気持ち悪いって言われた。いや、ママ喜ぶでしょ。リエチメールでもお祝いしてくれて本当に嬉しい。あ、そう聞いたわ今日。そういえばどんなのか知りたい。キユのさ、あ、キニさん見るかありがとう。LINE？ LINE も送ってないっすか？そうなんよ、ね、聞いて。あれ今日違う話したよね、キユも LINE で。あのね、一番の誕生日メールはユイナだったの。お、素敵。そう、ユイナで、そうで森水軍団で誕生日メール来なかったのひーちゃんだけなのね。え、そっちは？そっち来たよ。来なの？来た。え、ひーちゃんだけいつまで経っても来なくて。ヒーローが遅れて登場。やば、なんて来たっけ。なんか話したよね昨日。何の話したっけ。やばい無理みたいな。え、あれじゃん。え、あれもあれもよ。ひーちゃんがこれ出してもいいかな。しょうもない、これどう思うみたいな感じよね。そうマジ。え、かなと思ったらひーたんからある動画が送られてきて、これどう思う？はぁと思って。いつだって通常みたいな。おもろいよね。いや、そう、誕生日だからってひいきしないよね。まあまあ確かにひーたんはそういう、そういう人。誕生日だから何って感じ。もう自分の誕生日は盛大にやってもらうと納得いかん。納得いかん。やばいマジおもろ。やばいやん。もう青木さんお茶ありがとう。最近デヴィ夫人さんの影響でさ、なんか世界は私で回ってるみたいな感じなんだよ。でもその方がさ人生楽に楽しく生きれそう。サワさんレインボースターありがとう。遊びに来た、いらっしゃい。送ってやるか。森末さんの好感度が無事上がりました。ただしママだって。いやなんかいやそう言うときはマジおもろい。ヒータン、ヒータンじゃなくてファンのみんながおもろいんか。いや、それはファンのみんながおもろい。ヒータンじゃなかったわ、決して。浦部さん、牛乳ありがとう。お誕生日おめでとう、ありがとう。浦部さん、お茶ありがとう。面白いな。さっきから連絡あったよ。森星軍団、森星軍団は一応かなうとさっちだけど、でも別に固定じゃ、固定っていうかあれだよね、別に みんなに認められたわけじゃない。まあ、ヒューナも認めてない。本人がかよ。マメカズさん、バラじゃなくて花束ありがとう。ニャンキシさん、お茶ありがとう。そっか、メールはカスに見れんのか。そうよ、見れないから、じゃあ直接送って。いや、じゃあヒータのファンの方が何書いてたかX にあげてくれたら見れた。あげんだろ、もうやそのまま。なんかさ、なんだっけ、忘れちゃった、言おうとしたこと。やばい、めっちゃお腹鳴る。ファンを惜しめに寝るっていう。そうなの？じゃあひーたんが面白いってこと？じゃあひーたんが面白いってことか。ファンは推しに寝るって。あ、やばい、じゃ聞こえた？なんかさ、外の物音じゃないん、これもうさ、外の物音ってことにしたら。確かによくその音聞こえるよ。やばい、確かに。じゃあ、え、ひーちゃんちしか、ひーちゃんちじゃない、ひーたんちしかもお化けいるからね。そう、お化けと。マジお化けいる、ひーたんち。広島コパセリさん、ね、ケーキありがとう。いる気がしてきたかすね、最近の。なんで？え、あれね、トイレにさ、あの方向剤置いてたんよ、一時期。うん、あ、なんか言っとったくね、それ。そ、ポスターとあれが倒れてるやつでしょ。やばくない？前言ってたよね。うん、それはさ、ヘムラもうびっくりして家帰ってきて。風とかない？ないやろ、トイレに。確かに。しかも絶対倒れるはずないやん、あんな。確かに。あの横のトイレの棚に。確かに。棚狭くないんだし、めっちゃ十分幅があるね。確かに。給料じゃないわ、家賃払えよって。ヒータも TikTok のお披露目から1年おめでとうだって。なんかさ、ありがとう。たゆまやさん、お茶ありがとう。牛乳もありがとう。ひーたち変な家、ひーたち変な家、ひーたちめっちゃ変な家なんよ。ひーたん、かっこ偽があるんだけど。ST48、さっき言ってた森末姫のかっこ偽。まあ、フリー素材なんで。フリー素材なんで。みんなどんどん使っちゃおう。誕生日おめでとう、ありがとう。ねえねえ、ケーキをね食べたいんだけどさ、でもさ、ケーキ諸事情でね。そう、でもさ、一口ならダメなんかな。ケーキ
食べたかったんだけど、なんか誕生日らしいことできなくて悲しい。1年に1回なのに。歌歌ったよ。あ、歌って。あ、ダメだわ。なんだ、歌の姫なんか覚えちゃう。もう覚えた、もう覚えた。いや、歌って歌って歌ったしね、今日カスミンに。この世にある誕生日ソング一通り歌ったよね。そう、しかもね、なんかもう今日ね、レッスンで焦ってると、なんかもう振りがやばくて、振りがやばいっていうか本当に難しいダンスをしてたから、焦ってる時にヒータンが横で、ハッピーバースデーとか急にいろんなハッピーバースデー歌い始めるの。この世にあるバースデーソング一通り歌ったよね。そう、だからうるさいと思って、もういいわと思って。いつだって安心安全。やはやはさん、ピカピカありがとう。18歳の誕生日おめでとう。ありがとう。11時間レッスン。11時間じゃないよね。7ぐらい ?8 ぐらい。嘘だよ、たわ。ありがとう。ひめなちゃん、かすみに祝った方がいいかな。祝った方がいいよ。てかさ、なんだっけな。なんだっけな、言おうとしたの忘れちゃった。あれ忘れちゃった。あ、そう、みんな誕生日配信ってさ、何したらいいのか分かんないんだけど、何をするべき。ひーた、何した誕生日配信。1年の抱負と、うん、歌歌った。ああ、ぐらいかな。でもあんま特別なことしてないかも。あ、あとちゃんと化粧した。あ、そう、今日はしてます。そう、いつもすっぴんだけど今日はね、ひーちゃんにしてもらいました。全部ひーちゃんにしてもらった。ありがとう、ひーちゃん。何やれかいいか分かんない。高輪さん、誰もありがとう。あ、やばい、南光さん、バラありがとう。振り返りとこれから、あー確かに振り返りね、振り返り、うーん、そっか、確かに振り返りは、じゃあ振り返りするわ。まずね、ちょっとヒータもの恥ずかしいな。まあいいや、じゃあヒータも一緒に振り返ろう。振り返りは1年前に、1年前ではないか。いや、この音好きなんよ。いいね、でもいいと思う。1年前にみんなと会って、ちょっとなんかもうやばい、自分語彙力ない、やめた方がいいかも。そう、みんなに、1年前にファンのみんなに会えて、でなんか今までね、やったことないようなライブもさせてもらったし、お話し会もやったし、でめっちゃ可愛いって言ってもらって、あれが上がりました。自己肯定感が自己肯定感が上がって、でなんか時を増すにつれてなんかファンも増えていったような気がしている。わかんない、これは。なんかでも、なんかいろんな人に見てもらえるようになって、で楽しかった。かけがえのない皆さんですね、ファンは。ファンの方は、ファンの方がいないと私は存在できないので、マジありがたいです。本当に1年間ありがとうございます。大好きです。もうね、ありがたいです。本当にお話し会も来てくださったり、声も見に来てくださったり、ショールームも見に来てくださったり、いろいろと応援してくれて、 X もね、見てくれて、フォローしてくれて、投稿してくれて、もう大好き、ファンのみんな、ありがたいですね。で、振り返り、なんだっけ、今どこまで振り返った、何振り返ればいいのか分かんないけど、何振り返ろうかな。あ、そう、でしかもメンバーのみんなに出会えたのも嬉しいですね。自分ね、
なんか性格が、自分の性格がね、あんまりブリブリしてないんですよ。なんかブリブリっていうか、まあなんかなんていうの、ブリブリはしてない方なんですけど、でもアイドルっていうイメージが、なんかマジで本当に性格が根っから可愛い子っていうイメージだったのね。マジで本当にいつもなんかもう女子力高くてめっちゃブリブリしてて、で声もあーぐらい高くて、で本当に根っからの女の子って感じだったのね。だから私はそう、多分性格が合わないと思ってたのね、その時は。でも入って、でみんなめっちゃ優しくて面白くて、全然その可愛いブリブリしてる可愛い部分もあるけど、でも面白くてなんかテンション高くて、だからここまで仲良くなれると思ってなかったから、それもめっちゃ嬉しいですね。仲良くなれたのも、仲良くなれると思ってなかったので、私はもう一人ぼっちのアイドル生活を送ると思ってたから嬉しいです。え、ヒータン誕生日なの？もうちょっとで。はい。え？だから次って言ったよ、ユナ。あ、そうか、言ってたわ。そう、そういえばそうでした。そうなんですよ。ちょっとなんか途中でなんかあれしちゃった。ね、どういうこと？修行してくる。おめでとう。で、そうで、でどこまで振り返った、あ、そう、なんかそう、今日、しかも今日ね、今日今日なんだっけな、ちょっとなんか言葉が出てこないけど、そう今日ね、そうなんかお披露目の頃の動画を見たんですよ。でそしたら、わかんないけどね、わかんないけど、自分で見る分には成長してるなって思ったんですよ。だからその成長できたのもファンの皆さんが支えてくれたからだし、アドバイスとかもねめっちゃもらったし、まあ、マネージャーさんたちでももちろんもらったし、でメンバーのみんなにももらったし、私あとなんか頑張ろうって思わせてくれたし、だから本当に本当に感謝してます。もう1年間大好きです、皆さんのことが本当に。で本当にいい1年になりました、みんなのおかげで。今までで一番祝ってもらえた誕生日だったかなって思いました。今までで一番いろんな人におめでとうって言ってもらえて幸せな誕生日でした、18年間で。もう本当に大好き、みんなありがとうございます。18歳はなんか私らしく前向きにポジティブに後悔のない一年にしたいですね。17歳は後悔がいろいろとあったりなかったりだったので、あれしとけばよかったなーがない、こう後悔のない一年にしたいです。なので皆さん18歳も末永くよろしくお願いします。大好きです、皆さんありがとう、本当に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 かすみファンみんな大好きです。なのでこれからも大好きでいてください、皆さんも。って感じです。ヒータンのフリッコンがすごい、だってそう、あれは1年前って気になる。ヤッホー気がしています。ヒーちゃん涙サプライズ歌ってた、え、そうなの、ハッピーハッピー、ありがとう。ありがとう、メンバークラブ、そう、 X のトレンド入ってた、ありがとう、本当にありがとうございます。おでやんさん急にありがとう。絵に描いたアイドルである必要はないと思う、確かに。あ、またまたさ、うん、描きたいことがありすぎてさ、いや、ありがとう、
もう収まらんもんこれ。ありがとう。小説みたい。ありがとう。やめよう、消そうだね。なんで？ヒータンってツンデレなんだよ、本当に。まとめない、まとめって。アキータさん、リンゴさん、ありがとう。ヒューナの取り柄でもあるよね、文章がうまいっていうね。それができない、なんか。なんで、文章うまかったらまとめれるんじゃないの？え、なんか書きたいことが多すぎて、とりあえず書き出したんだけど、それをまとめられない。ありがとう。勉強みたいな。宿題みたいな。ありがとう、なんか。僕は三家の中で、かしこが一番普通のものと、え？この人だと思います。ちょっと待ってね、タワー来てる。ちょっと待って、ちょっと待って。あー、よそうさんだ、ありがとう。くまちゃん、スクショする。くまちゃんタワー、かわいい。これチョココロね。本当にありがとう、大好き。よそうさん、おめえ、ありがとう。成長したか、お好み焼きを見ないと判断できます。え、そこそこかよ。ハワイさん、ハートありがとう。去年お披露目前だったから、スタッフさんにお祝いしていただいた。そうなんです、去年はもうね、びっくりした、お披露目前の。なんかさ、え、気持ちかった、あの時。え、そうなの、ちょっとね、仲良くない、仲良くもないし、話したこともない。そうなんよね、そう、なんかケーキ持ってきてくださったスタッフさんが。そうなんよ、マネージャーさんが。で、そう、え、え、みたいな。そうなんよね。そう、ちょっと懐かしの思い出。懐かしいよね。そう、4月7日が、え、あれさ、お披露目、あれだっけ、6周年の前の日。6周年の練習して、そう、6周年の練習してて日で、で、本当にマジで何も前兆もなくて、急に終わった瞬間、なんかケーキが出てきて、えっと思ってびっくりして、めっちゃ嬉しかったんだけど、なんか、誰も3期仲良くなかったから、みんな、あ、え、今日だったんだ、あ、おめでとうみたいな、なんかそう、めっちゃ周り気まずそうで、なんか。今のノリじゃありえんぐらいさ、そうなんよね。そう、みんなまだね、仲良くなかったから、その時は。だからちょっとね、気まずかった。確かに山形が日本海最終のですが、18日僕だけ。ああ、嬉しい、待ってます。ハワイさん、牛乳ありがとう。ピザとてありがとう。マツーさん、ケーキありがとう。最初おでんの日に姫奈を見て、絶対この子にいじめられるってみんなで言ってた話が好きです。そう、そうなの。ヒータンね、本当にね、最初なんかもう睨まれた気がしてるもん、自分あの時。ちょっと待って、またタワー来た。え、嬉しい。ちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、ヒータン 100文字以内で述べよう、だって。おめでとう、おめでとう、おめでとう。最悪。タイムバイヤーさん、ありがとう、おにぎりのやつ。嬉しい。ちょっとスクショする。本当は紙に書きたかったんだけど、紙もないんです。嬉しい、ありがとう。やったー、お誕生日おめでとう、ありがとう、嬉しい。そう、スタッフさん、スタッフさんがね、持ってきてくださって嬉しかった思い出。でもなんかね、ゆいにゃんが誕生日メッセージ一番だったの、隣のツンデレさん。え、ゆいにゃんが一番で、隣のツンデレさんはね、誕生日メッセージ来てないですね。あれれって感じなんですけど、あ、なんかね、もう本当に意味のなんか誕生日メッセージ来ないけど、昨日意味わからん会話しよったよね、マジ。LINE で。でもまあ、ヒータンのいいとこはそういうとこだよ。こうやって受け入れてくれる方がいて幸せ。でしょ？大切にして、マジ。ヒータン大出中、メンチ切ってたのかなって。え？ヒータン大出中、メンチ切ってたのかだって。メンチ切ってた？うん。まあ、舐められたくないんで。そう、おーね。ヒータン絶対みんなのこと睨んでたよ。睨んでない、睨んでない、睨んではない。でも怖かった、敵みたいな。そう、なんか、あ、そういうこと、そういう目線なんか。え、睨んではないと思う。でも敵じゃんって言ってもライバルってさ、確かに、それはそう。しかも知らん人やし。確かにね。メンバーじゃないよ、まだその子がメンバーになるって分からんし、うん、確かに。そう、だからヒータンめっちゃ怖くて、うわ、絶対自分いじめられるわと思ってた。なんか怖いって思われてるんやろうなっていうのはなんとなく分かってた、うんうんうん、だってなんかみんな話してるのにさ、他の候補者たち仲良さそうに、うん、いろんな人と話しかけてさ、ヒューナだけなんかぼっちだよ。これ自分もぼっちだった。あ、ほんまさ、なんかめっちゃぼっちだよ。ヒューナって多分すごいなんか嫌な感じなんだろうなって思ってて、うん、で合格した後、ユイナが普通に話しかけてきて、あ、よかったよ。あれ、あ、すごく変わってるな。変わってるな、やばい。変わってるな、やばい。変わってるな。ちょっと待って、やばい。ひーちゃんも話しかけてきたかも。あ、で
も20歳じゃけじゃない？あ、そうそうそう、同い年でって。あきさん、リンボさんありがとう。まっちゃんさん、ハートありがとう。ひーたんは一心伝心だからいいやん。だって。家帰ったらひーたんからの手紙が届いてるかもよ。届いてるといいんですけど。今日屋根から侵入するわ。プレゼント。あ、サンタ？やった。サンタさん、やった。結構。電話がかかってきた。兄ちゃん。姫奈にカスコの好きなとこ3つ真面目にあげてもらいましょうよ。だって、はい、はいはいはい、早く早く。ひーたんってあんま人のこと可愛いって言わないからね。いや、でも可愛いって言ってない。確かに綺麗か。綺麗と可愛いは違う。違う。あ、違うか。姫奈は可愛い顔が好き。あ、ごめん、なんかなんかごめん。でも褒め言葉で、うん、確かに、確かに。いや、でもいいよ、好きよ。おお、ひーたん生きてた時代だって。おもろ。生きりとかやめろ。わかんない、なんなんだろうね。早く言って。なん、イエスマン？どういうことイエスマンって？イエスマンって何？ローマンじゃない、あの。あ、フッカレってこと？フッカレやんか。なんでもいいよって言ってこと？イエスっていう。イエスマンじゃない。確かに。嫌だとか言わないよね。確かに。いや、フッカレなんですよ、私。ね、フッカレ確かにさ、日常的にフッカレの、うん。一番フッカレだと思う。うん、なんか、何の相談をしても、なんかいいんじゃないみたいな。肯定するよね。否定しないよね。確かに。相談しにくい。逆に。あ、ごめん。悪いよね。え、じゃあ、そうなんじゃいいや。本音を言ってくれ。なんか、まあ、いいんじゃないみたいな。え、でも本音よ。なんか適当なんか、本音。ほんまにいいって思ってる。ほんまにいいって思ってる。これガチ。イエスマンよね、これ。ノーじゃない、ノーを言わないと。本当に思ってる。イエスかハイしか言わせない空気だって。確かにそれはあるかも。ヒーターにイエスしか言うなっていう顔で見られてるんか。でもヒーターってそういうとこあるよ。お前絶対イエスって言わないとどうなるか分かってるよなって分かってるから質問するよね。なんか分かる。だってさ、どう考えてもノーじゃないのにさ、なんか質問してくることないよって。確かに。ヒーターの、だってさ、も言ってる気がするけど、多分さ、X にさ、まあ、例えの話ね、X にじゃあ漏れた写真を載せるとします、もう載せるつもりなのよ、その写真を、でも何回もこれ本当に漏れてるみたいな。 あるヒーター、ある、めっちゃあるヒーター。これ本当に漏れてるみたいな。ヒーター、もう自分の中では、自分の中では、しかも可愛いと思ったのくせに、可愛い、本当にどんだけ可愛い。ある、めっちゃヒーター、ね、そういうところ。うん、でもいいところ。でもカズミはそれで、いや可愛くないみたいな、ノーとは言えんよね。え、でもそれがキメラがもうイエスって言えよっていう圧をかけてるのか、本当にカズミがいいって言ってのイエスなのか。いや、いいって思った。え、てかなんかヒータンは同じ顔しかしてない、全部。いや、確かにそれはある。じゃけどれ見ても同じに見える。にゃんきちさん、急にありがとう。ヒータン何度も確認してくるんですよ。ヒータンさんも可愛いと思うよ。だってもうなかった。ヒータンさん可愛いと思うよ。だって前もヒータンにノーと言えないかも。だってやっぱダメなんじゃない、ヒータン。ノーオーラが出たんじゃない。だって今の多分ノーって言っても反抗するもん。確かに。いや、イエスって言わせるまで。確かに。ええ。ヒータンってもう自分のさ、意思があるとか、意思固まってんのに、でもいいことやん、意思があるっていいことよ。ただのカマチじゃね。絶対だけよね。え、でも意思があるのはいいことじゃない。まあね、自分意思なさすぎてさ、ブレブレ。確かにカスミって言った通りにするよね。ブレブレするよね。意思がない。誕生日配信に姫奈の方がたくさん喋ってて、くそ、なんて。ちょっと待って、でも自分コミュ障だから喋れない。本当はオーディション最初の頃の出場は姫奈ちゃんも幻だったのかかもしれない。なんかそう、の写真ないんだよね。あつしさん、ミルクありがとう。え、なんで？いっぱい撮ったらはずよ。一緒にいるはず、一緒にいすぎて写真撮らない。え、待って、今日東京と逃走中か。え、ちょっとネタバラシしないで。待って、自分さ、逃走中めっちゃ見たくてさ、見ようと思ってたのに録画してくるの忘れてきちゃった。TVer、 最悪。 TVer、 TVer、 え、 TVer ちょっとちっちゃいじゃん。でっかい画面で見たい。でっかい画面で見たい。待って、見たい、見たかった。後悔後悔。
逃走中録画見る、見たい、録画見たい、録画で見たい。姫野の地鶏は高確率でへの字口だですだって。ひーたんへの字じゃないよね。へではないよね。あれやね、なんだっけ、なんて言うんだっけ、何口って言うんだっけ、わかんない、何してるんやろ。あ、ひらぐち、あ、ひらぐちだ。そうだ、あ、全部あひらぐちゃんだから、ずっこ代表よね。全部同じに見える。なんか姫野ってさ、天然のぶりっ子じゃないよね。うん、分かった、ぶりっ子、ビジネスぶりっ子じゃない、分かった、ぶりっ子。でもそれは別に公表しないよね、姫野って。わかる、うまい具合にぶりっ子するよね、うん。ヒーターにアンパン買ってこいって言われたら素直に買いに、いや、それはさすがに行かないよ。そこまでヒーターのしもべじゃない。自分で買ってこいっていう。いや、でもなんだかんだ買ってきてくれちゃってるね。買ってこんわ。いや、絶対。なんか用事があったら別にいい。自分の行きたい用事があったらいいけど、自分は別に行きたくもないのにヒーターに買ってこいって言われたらいかん。って言っとるけど、なんだかんで言ってくれる。いや、行かないよ。ほんまに稼ぎの写真がない。行きません。自分の自撮り送ろうかな。入院長みたいな。入院大変だ。何、どうした、大丈夫、頑張って。広島で応援しとく。わっ、タワー、あー、中島さん、ありがとう。中島さん、ちょっとクショしちゃおう。嬉しい。中島さん、転勤どうなったの？大丈夫？ちゃんと会いに来てね、海外でも。お誕生日おめでとう、ありがとう。うちのリビング6、15インチのテレビがあるけど、一緒に見ていいの？見たい。でっかい画面で見たい。ビジネスブリック割れ割れてる。ピカピカありがとう。ありがとう。逃走中一昨日を配信中にスズメの戸締まりしてるのに気づいたようなみたい。そう、もうさ、スズメの戸締まり見た、みんな。もう感動ものです。もうびっくりびっくりびっくり、本当にね、感動した。買いに行ってあげる、カスミンが優しくて好きよ、ありがとう。でも自分の用事がなきゃ買いに行かない、そこまで優しくない、さすがにね。カスミンの写真ないんだけど、なんで？わかんない。久しぶり、お誕生日ありがとう。お誕生日おめでとう、ありがとう。誕生日コード5枚送りました。嬉しい。明日事務所行こう、絶対。かすみは誕生日前と、これからもひなのこと、ありがとう、ひなつんさん、ひなつん、嬉しい。かすみ、パシリじゃないよ。パシリじゃないよ。用があったらついでに買ってあげる、優しいだけ。消してるわ、絶対。ヒータン最低。ない、本当に絶対消してるでしょ。消してはない気が、多分撮ってない、ガチで。カスミンとは撮らない気がする。うっそうだ、本当に。そんなことある、ある。撮った。あと4日で自分も18になるけど、同世代とは思えないくらい大人びてる。よく言われる。てか18になるの、同い年だったんだ、嬉しい。これさ、リップ変換した時から思ってたんだよね。チャオさん、サオさん、サっても読むし、チャットも読めるよね。あ、てか私一応リップ変換し終わったつもりなんですけど、返されてない方いますか？リップ変を返し終わったつもりではいます。でも返し終わっ、返されてないって人はもうすぐ絶対コメントしてください。すぐ返します、もう秒で。タショか、タショさんね。昨日の夕方のニュースで映った姫の両手の振り方がブリブリでした。そうなの？ねえ、ケーキめっちゃこうやってみんなで、なんか誕生日らしいこういうことしたかった。クラッカー買えばよかったね。確かに、ヒータンちないの、クラッカー。書くない。誕生日だっていうのに。クラッカーの真似してあげるか。やって。やだ。これ配信終わったら、ここに映ってやる。配信終わったら、いや、いらん、それはいい。配信終わったらクラッカーの擬人化、人間バージョン。やだやだやだ。じゃない、コスミの写真。絶対そう。ほんまに。なんで？アニメカナエの好きなところタイプでしょ。そう、カナエは頭おかしいところが大好き。来年までリペン来ないかと思ってた。一応返した。今週に返せた。
あ、ろうそく？これだ。ダメかな、やっぱ。めっちゃね、ケーキこうやって持ちたい。じゃあ、後でケーキ書いて、誰か。こうやってケーキ書いて。ここにケーキを書けば誕生日っぽくなる。みんなケーキ書いて。ケーキ書いて、食べるケーキも書いて。こうやって書いてくれたら。OK。多分これで誰か書いてくれそう。返されてない人はブロックし、してないよ、ブロック一人もされてない。あ、されてない、してない。書いてない、うっそ。ちょっと待って、後で確認する。ちょっと後でね、返すね。ケーキかね、それかよ。自分は帰ってきたから大丈夫。本当に？そこがかなうちゃんの、そう、そこがかなうのいいところ、かなうの魅力です。かなうは面白い、そこがいい。あおさん、ケーキありがとう。リペン帰って、嘘、ウッチーも帰ってない。ちょっと待って、私そんな飛ばしてた、寝ぼけてたからかな、ごめんみんな。絶対書く、明日中に書くね。今日はこれ終わったら多分もう書けないから、絶対明日中に書くから待っててみんな。あと5分、やばい。先に壇上読もうかな。飾らないかすみがいい、嬉しい。ちょっと先にじゃあ壇上読みます。やっぱあと3分になったら読もう。みんな本当に、じゃあどうしようかな、最後にじゃあ一言でみんなに、みんなに感謝の言葉をね述べるね。歌もダンスもアイドルとしてもまだまだ未熟な私を見つけてくれて、もうね、大勢いるアイドルの中から見つけてくれて、でしかも推してくれるってめっちゃあれじゃないですか、見つけて、パッて見つけたけど、ちょっと、ジェクっていうことがなくなったけど、でも、たくさんアイドルの中から見つけて、推しにしてくれて、本当にありがとうございます。18歳も、皆さんに推してもらえる、かすみんになれるように頑張るので、皆さん推してください、ぜひ。もう本当にもうダメ。もうさ、これ映していい、ヒータンのこと。マジで本当にみんなありがとう。1年間大好きだよ、本当に。かすみんを好きでいてくれるファンのみんながめちゃくちゃ大好きです。ありがとう。ハートハートです、本当に。ハート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 で書ききれないくらい大好き。かすが今サンプレでもらった全部嬉しかったよ。アキさん、クラックありがとう。泣いてないですね。嫁がたくさんいてもいい。嫁が、いいよ。許す。押してくれるなら。あと3分？じゃあ、男女読もう。読みます。13位の方。ヒーターなんだけど、13位。いきます。読まんとこ。12位の方、あおさん、ありがとうございます。11位の方、ビンゴの神さん、ありがとうございます。10位の方、にゃんきちさん、ありがとうございます。9位の方、まっつーんさん、ありがとうございます。8位の方、くまねパパさん、ありがとうございます。7位の方、広島っ子パジリさん、ありがとうございます。6位の方、あきんどさん、ありがとうございます。5位の方、それが恋と気づいた岩沢さん、ありがとうございます。4位の方、中島さん、ありがとうございます。3位の方、栃木のスーさん、ありがとうございます。2位の方、タイムファイヤーさん、ありがとうございます。そして1位の方は、ドゥルル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 、青木地さん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。たくさんたくさんたくさん誕生日祝ってくれて。今までで一番幸せな誕生日になりました。これからも末永く私のことをよろしくお願いします。皆さんの推しであり続けれるように頑張ります。ってことで、あと多分50秒。
おやすみなさい皆さん。明日も、明日からは18歳になっちゃうけど、18歳のかすみも、かすみも押してね。バイバイ。おやすみなさい。あれ1分ある、あれ1分あるのか。何話そうかな。結婚1年間、考えとくね。じゃあまだ12時まで配信できないの。そう、高校卒業してないからできないんです。ピエンです。9時50分、あれあれそんな早くやんだ。でももうみんなに、ファンのみんなへの感謝の言葉は述べたし、抱負も述べたし、述べたなあ。59分、もうちょっとだ。じゃあみんなありがとうございました。見てくださって祝ってくれてありがとう。18歳初の期末タイムやめてじゃあおやすみ。あつしさんありがとう。牛乳。ではではおやすみなさい。みんなおやすみ。また明日も、明日からは18歳になっちゃうけど頑張ろうね。バイバーイ。ひーたもおやすみだって。おやすみなさい。これからもかすみはよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあひーたもよろしくお願いします。事務所行く、絶対行く、明日行きます。これはお約束。ではバイバイ。また明日。ひーたさんおやすみなさい。おやすみなさいです。あんま終わんない。ひーたは22歳です。あれまだ21か。21です。21でした。ひーたは21。切れない、あれ、え、ちょっと待って、え、もう22時よね、うん、あれできるんちゃう、ほら紐取り、え、これいいのかな、うん、え、いい、え、ダメなのかな、え、待って、わかんないわかんない、これいいやつ、え、ダメ、え、できるんちゃう、え、でもさ、え、待って待って、怖い怖い怖い、え、どうしようこれ、もうさ、まだまだまだなんで消えの、消えたの、え、あかんよね、あかんだよね。じゃあ終わるね。バイバイみんな、おやすみ。え、わかんない。18歳になったから、え、もんちゃん、え、でもさ、高校卒業と、え、ギフちゃんも切れない、ユイニャンも切れ、あ、そういうこと、え、どういうこと、ユイニャンも切れない、これはただのバグってことか。じゃあみんな終わるね。バグな多分。バイバイ、おやすみ、ありがとう。